いつまでも心に残るドラマの一つに。虎に翼第25週も終わり、この朝ドラも残り1週5話を残すのみとなりました。前回の朝ドラブギウギが遠い昔に感じます。まだ今年の3月30日に終わったばかりなのに。長年朝ドラを視聴されている方は、昔の朝ドラを懐かしく思うのは最終回を前にする時かもしれません。そして自分の生活と重ねる時がありますね。エールが放送されている時はみんながマスクをする生活の始まりだったとか、お日様の時は東北が大変なことになっていたとか、この虎に翼も人生の一つの節目になるドラマとしていつまでも残るのかもしれません。第126話のお話は、昭和47年、友和は法律の世界から離れることを光一と智子に報告しに星家にやってきた。裁判官を辞めて新たな人生を歩く決心がついたようだ。一方、米と轟は大法廷での弁論に向けて練習を開始する。そんな二人に光一は簡単なアドバイスをしていた。桂葉裁判長以下15人の裁判官の方々は事件の背景を熟考されています。訴えたいことはなるべく簡潔にされた方が良いかと。しかし最高裁で15人の裁判官の前で弁論に立つ米は珍しく弱気になっていた。しかし轟が気合を入れる言葉を発し、第126話はこのようなお話になるようです。友和が歩む新しい道は驚きの家具職人のようです。弁護士か企業コンサルティングなどをするのかと思っていました。しかし知人からの紹介で職人の道に進むと決めた友和、厳しい修行が待っていると思いますが、裁判官にまでなった人なので、なんとかなるのかも。そして、ミーコの裁判がいよいよ始まります。日本中が注目する裁判の行方は、歴史的なものになりそうです。第125話、緊張感のある面持ちで、桂葉のもとへやってきた光一は、昭和25年のあの判例を変更するときは今であると訴えました。ミーコの調査を終えた調査官の彼は、今がその時だと感じたのでしょう。存続殺の重罰規定。これについて再度きちんと目を向けるべきだと感じたからです。あの頃、反対意見を述べたのは、穂高先生ともう一人の裁判官の二人だけでした。その訴えは覆らないまま、時が流れていたところに、ミーコの事件が発生し、ただ単に重罰を与え、切り捨てる判決で良いのか、検討するべき時だという結論に至ったのです。しかし桂葉は、時期早々だと答え、却下します。その答えを受けて、一度は引き下がろうとした光一でしたが、やはり違うと感じ、これまでの彼ではありえないほどの怒りをあらわにしましたね。あれはものすごい剣幕でしたし、人格が変わったのかと思うほどの変貌ぶりだったなぁと感じました。光一の意見を聞きながらも、鋭い眼差しで違憲であるかを問う裁判をするなら、なおさら適切な時を見定めなければいけないと桂葉は答えますが、
高一も譲りません。たとえどんな結果になろうとも判決文は残る。ただ何もせず人権蹂躙から目をそらすことの何が司法の独立ですか。懸命に訴え心の底から怒りを爆発させた高一は鼻血を出して倒れてしまいました。彼にとって智和の件や智子が抱えている火災の問題も重なって頭の中が噴火してしまったのでしょう。智子が慌てて長官室に到着すると異様な光景が広がっていました。桂葉の膝の上で鼻に詰め物をしたまま横たわる我が夫。何が何だかわからない彼女はとにかく高一がこれまで抱えていた思いが溢れたのかなぁと感じ取ったのかもしれませんね。そして優しい桂葉の一面と足がしびれた人間らしい姿を感じられてほっとしたのでしょう。彼は智子が妊娠して倒れた時にもその場に居合わせましたね。あの時にも口には出さなかったけれど智子のことを心配していたし、穂高先生にも厳しい言葉を投げかけていました。だから本来は厳しいだけの人ではなく甘いあんこをこよなく愛するごく普通の心の温かい人なんだと思います。しかし立場上鋭い眼差しをして威厳を感じさせるようにしないといけないのでしょう。足がしびれた桂葉は少しチャーミングに見えましたね。智子は彼が智和や他の若い裁判官に対して大きな傷を残したことに触れ、そして彼女自身も先日のやりとりで長官室への出入り禁止になった一件で心を痛めました。しかし彼女が邪魔で面倒で距離を置きたくても、司法の独立のためには最後まで共に戦わなければいけないことは桂葉も理解しているのです。青臭い彼女の話を聞いた桂葉は、ふと昔の穂高イズムの闘志に燃える熱い気持ちを思い出したのかもしれませんね。高一が持ってきた報告書を受け取った桂葉でしたが、これからどのような形でこの難関に挑んでいこうとしているのでしょうか。星家では友和をはじめ子供たちが揃ってうさばらしをしていました。彼の気持ちも少しずつ癒されていくといいですね。高一もまたあの深い傷に一区切りつけられたようです。昭和47年4月、ついに美子の事件の上告受理を決め、15人の裁判官による大法廷が開かれることとなりました。何でもないような素振りを見せている美子ですが、内心はきっと怖いし不安だと思います。でも轟と米がいればきっといい方向に向かうと信じたいのかもしれませんね。そして智子にとって聞き覚えのある名前の人物が訪ねてきました。それは森口みさえの母紗恵子だったのです。智子はあの新潟での出来事が瞬時に思い出されて緊張感のある表情に。紗恵子はずっと謝りたいと思っておりました。あの時は娘を助けてくださろうとしたのに、と語り、ミサエが死亡した事実も伝えてくれましたね。ミサエの最後の言葉、恐る恐る手帳を開くと、彼女がみゆきに向けた最後のメッセージで、みゆき、愛してあげられなくてごめんね、の文字。一枚一枚ページをめくると、見覚えのあるミサンガが
しおりとして挟まっているページが目に入ります。智子は身の毛がよだつ不気味な感覚だったのではないでしょうか。そこには特別な私だったはずなのに、東京に来てからはただの女に過ぎず、手のひらで転がすはずだったのに転がされていたという現実。予期せぬことに翻弄され、子供を身ごもったとしても決して特別になるわけではなかった。特別な私が消えぬうちに消えるしかない。あの人は私を特別にしてくれたのだろうかと。あと一歩だった。不意に弓を抱き寄せて恐怖心を抱いてしまったあの日、彼女ときちんと向き合っていればこのような事態を招いていなかったのでしょうか。ミサエの死は今後の智子に心の傷として残ってしまう出来事となりました。智子は今変わらなくても、その声がいつか何かを変えるかもしれないと言っていますが、この言葉が表す意味とは。最後までご視聴いただきありがとうございました。